公共曲第49番へ、単調方冒険 I-49 は、フランツ・ヨゼフ・ハイドンが1768年に作曲した公共曲。受難の愛称で知られている。いわゆるシュトゥルムーンとドラングキに書かれた単調の公共曲の一つである。実質原稿から1768年に作曲されたことがわかっている。 感情学章から始まる教会そなた風の構成を持つハイドン最後の公共局であり、すべての学章が同じへ、単調の調整を持つ。受難の相性があり、おそらく公共局、第26番と同様の受難公共局であったと、ランドニア大宮誠は考えているが、古くは陽気なくエーカー教都という、全く異なる題で呼ばれていることをエレンシスマンは指摘した。 ウェブスターは、受難の代が神聖のものではなく、また受難集や復活祭と関連する証拠は何もないとして、むしろ劇の不図音楽に由来する可能性があるとしている。3、4拍子、そなた形式。4、4拍子、そなた形式。定時部はバイオリンによる極端な跳躍音程の主題で始まり、すぐに変異蝶々に変わる。展開部は蝶調,調のまま開始する。 曲の構造は比較的単純である。メヌエット支部の戦闘3音は第1楽章の主題と同じである。トリオはえ、蝶々に変わる。2二拍子、そなた形式。弦楽器が主体で、管楽器は和音を伸ばすのがほとんどだが、再現部の手前で、オーボ募が8小節にわたって、主題を演奏するのが目立つ。ありがとうございます。